3人とも中任試験の準備は整っている。お前たちなら精一杯やってこい。それではこれより中任試験、下任の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験、確かこの答えは、これは簡単だってばさ。問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中任試験第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格。集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。ああ、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄です。だから基本は普通のやつを集めることに集中して、余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。サラダ、やってるか？やってるよ。ていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。分かってるってばさ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。ヒントをもとに迅速に
いい感じ、いい感じ。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。次のゴールデンフラッグはどこでしょう。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。決まってんじゃんか。はあ、ならいいけど最後まで油断すんじゃないわよ。ヒントを元に迅速にフラッグを手に入れてみなさい。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。じゃまずいかもしんねえな。急がねえと。はい、そこまで。試験終了。よっしゃ、俺たちにかかれば楽勝だってばさ。やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五賭けが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ。とりあえず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。待ってるよ。ただいま。おかえりなさい。あなたが新しい時代の先頭に科学人具を使って次世代の忍び。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。
それだけ言いに、わざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。クソ親父。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってね、お兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。